万人のキャンドルナイトに合わせて平和祈願法要を執り行い、この世のすべての人々の幸せを祈ります。一滴の水は集まれば流れとなり、その流れが集まれば川となり、そしてその川の流れは大河となり、大海へとつながります。私たち一人一人の思いはこの一滴の水に他なりません。この世のすべての人々の苦しみをお救いに駆られようと誓われた仏様の御教えが、人々の心の中に生き生きと生きて、お互いが敬い合い助け合って、平和で心豊かな世界が一日も早く実現いたしますように、私たちはこの一滴となることを誓います。そして今日ここに集われた一人一人それぞれが、さらに健やかで心温かな思いやりのある人となりますよう祈ります。また東日本大震災、熊本大震災の発生は、私たちに多くの教訓を示してくれました。私たちはこのことを忘れることなく、被害に遭われた人々に心を寄せ、一日も早い復興が叶いますように、そして犠牲となられた人々の御霊と安らかなることを心からお祈りいたします。南無妙法蓮華堂。
上で平和祈願法要を終了いたします。ありがとうございました。それではただいまより皆様と一緒にカウントダウンをして元気を落としたいと思います。カウントダウンは池上本門寺教務執事野坂宝行よりお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。今日はお参りご苦労様です。これから今ご案内の通り皆さんと共にカウントダウンをしてライトダウンをしたいと思います。ライトダウンをするとキャンドルの光だけになります。そういう幻想的な中で普段感じない、普段ちょっと忘れてることを思い出していただければいいかなと。私たちは実は水あり空気あり太陽あり大地の恵みあり、そうしたようなものに支えられて不思議にも実はこの命が保たれております。そういうものを誰が実は用意してくれたのか、それはもう宗教的なことになりまして、日蓮聖人はそれは南無妙法蓮華経ですよ。宇宙の摂理、宇宙の法によって不思議にも生かされているこの命、そういうものをしっかりと幻想的なキャンドルの炎の中で、そこはかとなく感じていただければありがたいなと思います。それでは皆さん用意はいいですか。10からいきますから。そして、最後一度次にライトダウンというと境内のほとんどのライトが落ちます。一部皆さんの安全のためにスポットがついているところもありますが、それはあくまでも皆さんの安全のためですので、ご容赦ください。あとはほとんどのライトが落ちます。どうぞライトが落ちた後はちょっと目が慣れるまであまり大きく急に動かないようにしてゆったりと動いていただければと思います。キャンドルのほのかな明かりとともにゆったりとした行動をとっていただきたいと思います。では皆さん、道内道外の皆さんいいですか。いきますよ。はい、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ライトダウン。台上前ついちゃってます。はい、ということでどうぞキャンドルの光をお楽しみください。はい、皆さんちょっと気をつけて行動してください。以上をもちまして本日のプログラムを終了いたします。ご来場の皆様、最後までお付き合いいただきありがとうございました。恒例のメッセージキャンドルは霊宝殿前の階段に文字を浮かび上がらせております。こちらで使うキャンドルは東北大震災の翌年から始まった石巻の子どもたちによるキャンドルでございます。メッセージキャンドルをどうぞお楽しみください。順次慌てずおけがのないようご移動ください。また道内へのお参りがお済みでない方はどうぞ中でお参りください。足元が暗くなっております。思いやりと譲り合いの心を持ってお進みください。本日は100万人のキャンドルナイト in 池上本門寺にご参加いただきありがとうございました。またボランティアいただいた方々をはじめご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました。それでは電気が点灯する9時までの間、スローな夜をお楽しみください。また来年皆様にお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。